2017年の9月の9日、16時26分です。バレーにお疲れ。切ってよ髪の毛だいぶ。ありがとうございます、ルイスさん。はい、コンベちゃんワード2、コブちゃんワード2。バレーにも帰っちゃった。はい、エミさんワード2。まだ喫煙所？この川沿いのところ知らない？カルンさん、花火ありがとうございます。あざす。のんちゃんにプレゼントしますよ、男気ハンドガン。行く？バレーニョ合流しよう。バレーニョどこいんの？川沿いがわからない。どっかで集合しようか。携帯配信なんでね、広角レンズ忘れたから。広角レンズなくしたんだよな俺。どこが、あー、あれか。どうしようか。どこで合流する？まず合流からだ。ヨドバシの前は止まった。ダメだな、やっぱ携帯配信ダメだな。コメント拾わないな。止まっちゃうな。下りが遅いんだろうね多分。ここあれだ、便所さんに坊主丸刈りにされたところだ俺。バレーニョどっかいないかな。今ヨドバシの前。バレーニョコメント読めてないわ、ごめん。多分止まってる。鳩いっぱいいんな。どうしよう、コメント拾えないわ、のんちゃん。あ、ちょっと待って、これ参ったな。ゴミ箱ないかな、どっかに。コンビニを見てみようか。お、見せてきて。見てくる。うん。ダメだ、コメント読めない。今ね、ヨドバシの前。多分向こう側には放送の映像と音声届いてるはずなんだけど、俺がコメント拾えない。バレーニョ、来てくれ。コメントがバレーニョの川沿いわからんで止まってるね。どうしたらいいんだろうな。
なんてバレーには、うん、ヨドバス方面で利用会、あ、来るか。なんでこれ止まっちゃうんだろう。こんにちは、皆さん。ごめんなさい、僕のパソコンバグってコメント止まってます。すいません。のんちゃんとタッグでやってくね。参ったね。電波いいところ行かないとダメだろ。困った。いや大丈夫だよ。147人。パソコンじゃなくて、あのパソコン持ってきてるわけじゃなくて携帯電話の配信なんだよね。携帯ももうダメだね。参った。ヨドバスカメラの駅前の公園だね、今。秋葉原公園。秋葉原公園、うん、相性悪いんじゃなくて俺の電波がプスな問題だと思う。 LTE の弱い回線だから3000円で使い放題なんだけど、下りが弱いからそのダメなエリア、田舎の方とか強いんだけどね。はい、こんにちは、七海さん。上りはね、大丈夫なんだよ。上りと下りのこのバランスの悪さ、すごいよな。七海さんか、ごめんごめん、歌ってるぞ。バレーにあとどれくらいで着く？ LTE ね、田舎の方が強いというかね、人混みに入るとやっぱ携帯電話の電波取られちゃうんだよね。やっぱり取られちゃう。どうすか。秋葉原公園にいます。ヨドバシって駅の反対側のでかいやつ、多分それだね。ここにこう見えるっていう。昭和通り口。昭和通り口だって。昭和通り口。昭和通り口です。初コメなんだ、ななみさん、ありがとう。のんちゃんいるよ。のんちゃんと一緒だよ。リアトツ町っていうか、いやバレーニョがあのずっと秋葉原で待っててくれてたんだよね。iPhone の方が強くね。どうでもない。パソコン配信。綺麗。綺麗じゃない。iPhone 綺麗だね。iPhone 綺麗だね。うん、のんちゃんいるよ。生のんちゃん。ご飯はね、おにぎり駅で2つ買ったよね俺。うまかった。わさび海苔っていうのと昆布買ったんだけど。にゃんにゃん。
のんちゃんと復縁したんか。よくわかんねえな。うん。なんか可愛いよ。のんちゃんがいかにチンチクリンか遠くから撮ろうか。はい、チンチクリンです。ちっちゃいおばさんだから。ちっちゃいおばさん。頭クラクラすんな。やっぱ雑談を8時間ぐらいやってると最近体力ないわ。面倒ほとんどやんの。チュンチクリン。毛が痛いどう、ね、拳の状態どう、角度による。だいぶでもアンパンマンみたいな手治ってきたね。指とかまだちょっと黒いけどね、この辺がだいぶ治ってきた。どす黒かったのがちょっとまだ血管の色悪かったりするけど、オロチドッポンみたいな手になってたからね。あ、ハートありがとう。153。測ってみよう。今度150センチぐらいかな。ずっと並んでもちっちゃいもん。バレーにどれくらいで来るんだろう。指、これでもだいぶ腫れ引いたよね。うん、布橋見えた。もうすぐだね。じゃあどうしようかな、これコメントなんで直んねんだろう。あ、直った直った。クイックアンケート使ったら直った。彼女だよ。新宿人妻コレクションさんいらっしゃい。アンケートは無視してください。仲良しだよね。あ、どうもどうも。お、コクリン久しぶり。アイテムありがとう。コクリンありがとうね。喉乾いた。喉乾いたな。なんか買おう。彼女だよ。もう付き合って1年ぐらいで、彼女が初めて欲しいものができたから、うわこれうまそう、直火焙煎飲んじゃん。これがいい、買って。あったかいだよ。でもあったかいか。直火焙煎冷たいのないかな。うん、何がいいかな。缶コーヒー、レインボー。レインボー、のんちゃんが初めて1万円以上するものをねだってきた。それはハンドガン。そう、ハンドガン。どうでしょう、付き合って1年間でプレゼントを一切してこなかった和道が初めて彼女にねだられた。どれでもいいよ。どれでもいいよ。どれも一緒だから。ハンドガンをねだる。じゃあ KP いただきます。エビ、今日いいハンドガンに巡り合うといいな。フォローよろしくお願いします。みんな KP。 チームジョーズの活動です。チームジョーズね、えのんちゃん。うん、テロップに書いておこうか。お、リヒトだ。リヒトいらっしゃい。書いておきます。
持ってて、サーバーゲーチーム、サバゲーチーム、ジョーズのスペルが分かんないな。ジョーズのスペル、のんちゃん、カタカナでいいよ。ダメ、ジョーズのスペル、JWA、 ジョーズでしょ、 JWAS でしょ、ジョーズ、 JWAS な、多分。あれ、カッコがなくなったな。ジョーズの、ハンドガン買う、これでいいか。 JAWS、 のんちゃんとデートだよ。ハンドガンって何ですか？サバゲーに使うチームですね。ラブラブ、ラブラブだよ。デートする金あるの？もうね、貯金を全部使えっていうね、対象命令出たんで。もう、おい、お疲れ、久しぶり。おいっす。おいっす。どうも、はじめまして。はじめまして。バレーニョ。バレーニョです。うん。一緒に行く？サバゲ。え、ていうか、何買ったん？あれでしょ？秋葉でオタクグッズ買ったんでしょ？オタクグッズじゃねえわ。オタクグッズでしょ？見せて。見ていい？いいよ。何これ？何これ、トランスフォーマー？既製品です。既製品ってどういうこと？要は高菜トミー以外のメーカーが出してる。何これ、何、車、母体は？いや、母体は6段変形。タンクとか、すげえ、飛行機とか、かっこいい。トランスフォーマーオタクなんだよね、バレーニョが。やっぱり愛すべき和道リスナーはやっぱり基本オタクだから基本否定はしない。基本オタクだから。はい、初見さん、新福さん、いらっしゃい。エアコッキング無理。まあまあ、最悪左手で打たせる。のんちゃん強えから。え、一緒に買いに行く？あ、いいぞ。回ろう。暇なんで。バレーニョって誰ってコメントさっきからずっと打ってるだろうがよ。え、なんかあるかな、サバゲ。検索して。俺放送やってるから検索できない。え、何、ショップ？ショップ。でもね、越後屋あるみたいよ。越後屋行く？うん、越後屋行く。俺が新宿で行った店、うん、越後屋行こう。まずはお願いします。ごめんね、なんかデート邪魔しちゃって。うん、全然、配信者だから大丈夫。いつも、のんちゃん慣れてる。ニコイチだから。ごめんね、バレーニョ。いや、大丈夫よ。どの辺だろう。でもここだって、そのサバミリタリーグッズ激戦区でしょ、多分。多分、うん、住所ここ。住所ここ、どうしよう住所言うても、 Google マップとかない？ほんとはない、 Google マップ。まあね、ちょっと待って、どうやってやるんだろう。OK、シリって言えばいい。ないやから。はい、シリって話しかけてる。ないから、ほら、ボタンなんかないの、なんか OK、Google 的な。これ違う、だから越後屋、秋葉原越後屋。秋葉原、お、来た。越後屋、秋葉原。いいよ、そのままでいい。高菜で。
あの人はないんだよね、とかいいや。秋葉原、秋葉原でいい。こっから3分ぐらい。うん、行く？案内して。お願いします。お願いします。行こう。ハンドガン買うっすね。え、それいくらすんの？非正規品って。ピンキリ。ピンキリ値段言わない感じ。いや、本当に安いのは。うん。はい、ガード。だいたい四五千円。本当に高いってなると、十万ぐらい。あ、さ、真田幸弘、ひろゆき似てないわ。俺の母ちゃんが漫才やってた頃、相方が真田広之の彼女だったらしいよ。すげえ背低かったって言ってた、母ちゃん。なんかさ、あの昔のトランスフォーマーのミニカーみたいなの分かる？分かんない。ミニカー？いや、トランスフォーマーが映画とかになってなくて、普通のただのおもちゃとして売られてた頃、ミニカーが足とか開いて簡単なトランスフォーマー、あれってもう売ってないの？あれね、チョロキューとコラボだったら売ってる。いや、もう古いやつ。古いやつは多分もう出てないと思う。出てないんだ。あ、俺あのトランスフォーマー欲しいんだよな。似てたわ、沢田博之。似てないでしょ。とても大丈夫じゃないよ。ワイヤー入ってるから。そう、ワイヤーが入って拳全部クラッシュするまで人を殴るってすごいよ。そう。体脂を押さないとダメだ。すごい広町らしいね。末広町。末広町方面だね。どっちなんだろう。すげえ。向きが出ない。行ってみようか。こう行って左に曲がる感じ。そうしようか。注意してあげてって俺今配信中だから一緒に注意なんかできないよ。だし本人がもう分かってるでしょ。1ヶ月もバン食らったんだから。1ヶ月もバン食らって懲りてないっていうことはないでしょ、さすがに。アイテム飛んでないの？一緒。初めて久しぶり。さっき割と飛んでた。何発くらい？でも2、3発ぐらい。2、3発か。3発ぐらいだ。なんであいつワンになるようなことしちゃうんだろうな。もったいないよな。一緒のがまたアイテム共有してんだって。だし、あの、通す。いや違う、だからワドを止めてっていうコメント書いたんだけど、でもさ、これってさ、俺リスナーさんもちょっと考えないといけないと思ってて、あの俺の放送200人見てるわけじゃん。200人の前でバンになるから注意してあげてって、それバンにさせようぜって言ってるようなもんなんだよ。だからあのリスナーさんもね、あの気をつけた方がいいよ。本人に直接言った方がいい。バンになるからやめなって言えば分かるから。俺の放送アンチすげえ多いから、もうフリーになっちゃったりするんだよ。逆効果だったりするから。上手だね、上手。こっち左？まだ左かな。ちょっと待って、動かない。新宿の越後屋行ってみたいね。新宿の越後屋はすげえ良かった、店員さん。話聞いてる時にすげえいいなって思った。え、サバゲーとかやんの？バレーに。昔はやってた。やってたんだ。うん、今時間なくてできない。あ、まあ時間もね、うん、すげえかかるよな。やる場所もあんまりないし。上手のスペルが間違ってるって怒られた。うん、JAWS JA か、A W S、 これか。J A W S か。
アイテム要求はしてないですよ。気に入られるコメント…え、なんかね、気に入られる…努力をしろって言うの。あー、なんか俺に気に入られる努力をする。 NG ぶち込まれたくなかったら気に入られる努力をしろって。なるほど、遠回しにやってんだ。そう、意志の懲りてないよ。意志の…意志のに番になるから気をつけてと注意したら、アイテム投げないならブロックしますという発言を連発します。おー、まあ、まあ、ば…おー、まあ、ていうか俺も別に石野の親じゃねえから、あのそんなこと言われても困るよ。提灯さんはこつ、なんかその彼には彼のスタイルがあるわけだから。で、なんだろう、例えば、あ、マリオだ、出た、マリオいた、のんちゃんマリオだよ、のんちゃん手、マリカーだ、すげえ、マリオいた。イエーイ、すげえすげえ、マリオカートだ、いいな、これ乗りたいよな。楽しそう。見ようぜ見ようぜ、ルイージーみんないる。すげえすげえすげえ、マリカプップッつってちゃん GoPro つけてんじゃん頭に。ねえ、絶対楽しいよ。怒られるぞ怒られるぞ怒られるぞ、プーって。これ、あ、新宿とかでも見るよたまに。すごいよね、これって。ノーヘルでいけるんだ、外人さんの人気コンテンツなんだこれ。多分あれ YouTube とかアップするんだろうね、 YouTube とかでね、 GoPro つけてるもんね。プップ鳴らすな。お、走り去っていったな。スピード感あるだろうね。あれ新宿とかでも都内結構走ってるよ。ピーチ姫いなかったよね。だいぶ離れてるな。だいぶ離れてる。間違えた。なんか向き、あ、そっちだね。そっちそっちだね。うん。戻ろう。まあマリオ見れたからね。マリオ見れたから。よくいるよね。てか いるっていうか、あの会社のサービスなんだよ、マリオカート。へえ。そうそうそう。で問題になったんだよね一回。なんか4社ぐらいあって、3社か4社かあって、なんかその。マリオっていう名前を使っちゃってダメだ。多分向こうでしょ。いや多分こっちはすぐだね。どれどれ見せて。今ここにいるんだわ。うん。あ、本当だ、そうだね。ここまっすぐだ、うん。そうだね。いや問題になったのは一個の会社が。そのマリオっていう名前を使ったかなんか、そうマリオカート的な名前を使ってダメになって、その名前が使えないっていう問題だよね。別にやってる行為は違法行為じゃないから、一つの会社がちょっと問題になっただけ、商標登録で。まあ全部嘘だけど。え、でもトランスフォーマーって作るわけじゃないもんね。もうフィギュアとして完成してるわけだよね。そう、もうフィギュアとして完成してる。だよね。何個くらいあるの家に。家にでもそんなないよ。2、30くらいじゃない。いや、めちゃめちゃあるわ。めちゃめちゃあるわ。あ、フリマやってる。なんだ。フリマだ。ちょっと見る。ちょっと見てみよう。すごい。なんだろう。手作り。絵とかな。かわいい。革の手作りだったよ、すごいね、すごプリマだ。スマホを楽しむスマホグッズ、ハンドスピナー200円で売ってるじゃん。
店の人と話はできないかな。あの通報入ったらダメになっちゃうし、配信許可下りたらいいけど、あの一応聞いてみようか、他の人映さないんでって。あ、俺的にはもう店で配信するっていうのは結構ないんだよ。なんかもう通報が嫌だから、慣れちゃうから。のんちゃん人気だね。のんちゃんってコメントがすごいある。定期的に来るね。かっこいい。ネックレスどこの？いや無名のメーカー。邪魔じゃないですか。でもいや俺ここにピンマイククリップしてるから。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、ここは会社じゃん。うわ、すげえすげえすげえ。帰ってきたね。あ、ここなんだ。あ、これこれさっき言ったやつ、これすごいよっつったん。これ 200m 先、あの 2K540、 これ検索してみて。ここめちゃめちゃかっこいいから 2K540。 後で行く？秋葉にいるよ。さっきの配信で言ったあの高架下のすげえかっこいいお店のショップ群ね、 200m 先だね。ここ左かな。いや、もうどうしてだ。てかこんなにあんのカート。すごいいっぱいある。すごいいっぱいあるね。これ1台いくらぐらいなんだろう。原付扱いなのこれ。車？原付じゃない。細い先。ちょいな。次の信号。先の十字路。うん。これ車の免許持ってない。じゃあ原付もねえわ。免許何も持ってねえわ今。失効しちゃったんだよね、原付ゴールドだったのに。天才だからね、取れるよね。でもね、川崎洋平が結構あのお店にちゃんとマナー許可取る人だったね。川崎洋平が免許ないと乗れないでしょ。だって公道走ってんだから。そりゃそうでしょ。マリオカート、さっきの。ヒゲ伸びたよね。すごいよ。すごいよね。陶芸家の先生みたい。陶芸家みたいになってる。ちょっと俺もね、なんかあのここまで伸びてくると風がどの方向から吹いてるか分かるんだよ。え、またマリオあんだけど、どんだけあんの？それは飾りじゃない。これ飾りかな。登録すんじゃない。ああ、なるほど、コスプレとかだ、うん、マリオだ。あ、すごいすごい、マリオ。あ、かわいい。これいくらで乗れんの。すごいね。あとショップはここで、さっきの駐車場なんだ多分、うん、陶芸家みたいになってるか。あ、ここ多分左だね。あ、ここ左、ありがとう。そこにあんの、のんちゃん。帰り見てみようよ、そこ。モンストの人いらっしゃい。ごめんね、待たせちゃって。暇だったでしょ、バレーニョ。ずっとます。暇だったでしょ、バレーニョ。いや、何やってたの。路頭に迷ってた。路頭に迷ってた。うん。喫煙所どこだよ、マジでとか言ったら街腐ってんな、この街とか。4つしかないんだよね。しかも、空き場入り組んでるから分かりづらいよね。そうなんだよね。うん。さっきここ通ったわっていうのをね、何回繰り返したの。はい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 。うん。そのトランスフォーマー専門ショップみたいなのがあるの。いや、あるはずなんだけど見つからなくてあの結構道とか分かんない人なの。そうえとか思ってたまたま見つけたビルの中にあったから。へえ、いいや。あ、もうここで買っちゃえみたいな、うん、なるへそ。またコメント止まってっかな。あ、コメント止まった。
やべ、コメント止まったわ。はい、今コメント読めてません。電波が復旧するの待ってください。フリートークします。あれ、あ、あれじゃん、ミリタリーって書いてあるよ。タムタム、あれは別か。でもあそこにもミリタリーあるんじゃないの。でも多分そこの周辺だと思う。ほうほうほう、うん、でも模型っぽいよ。模型とかもあるんだね。あ、違うね、ここまっすぐ行って左手だね、うん、左、うん、ダメだな、電波がプスってんな。こっち？うん。この信号渡ってまっすぐ。花火ありがとうございます。お、花火ありがとう。ルシさんありがとう。配信者でサバゲー流行ってるね。そうそう、今ね、鮫島さんのチームで俺副リーダーのメンテ開始、了解です。西野の配信マジドン引き。以前と発言もスタイルも何も変わってない。あれはまたバンになる。マジかよ。よりめんにヒゲって相性いいな、いい感じ。あ、お前覚えとけ。寄ってねえだろ。寄ってねえだろ。寄ってるかな。寄って、そんなに寄ってなくない。よりめのよりめだからすごい。この間の鮫島さんがさ、うん、よりめは間引きだとか言ってた。あれ笑ったよね。よりめのんちゃんがさ、のんちゃん面白かった。あれよりめは間引きは本当面白かった。勝手に殺すなってっ、お前戦前だったら殺されてたぞって言われた感じ。のんちゃん俺寄ってないよね、ちょっと来てっつって半笑いなんでもねっつって。あれちょっと面白かった。越後屋行こうかなと思ってるけど、おすすめある？ミリタリーショップ新宿、あ、秋葉原か、新宿じゃねえか。なんかミリタリーの人手挙げてください。ミリタリー、ミリタリー奉行の人いますか、リスナーさんで。ミリタリー奉行の人聞いたことない。アップ、あ、違う、それは顔のことか。はい、青ですよ。キャプっていいよ。ダメな、こっちのコメントが戻らねえな。またアンケートしてみたら。いや、押してるけどね、ダメ。もうただの俺の放送垂れ流すマシーンになってる。一方ずつテレビみたいよ、テレビ。ダメだ、電波回復しね。拡大できるでしょ。もうちょいまっすぐ行って、左か。もうちょいまっすぐ、こっちでしょ。こっち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 、うん、そのすぐ近くにある、ありがとう。なんでその背景の画像でわかるの、君たちは。君たちはなんでさ、俺の後ろに何が映ってるかってこんな拙い情報でさ、その今どこにいるか分かるの？あ、ミリタリーある。あ、一応あった。え、何、配信回せっつってる。そう、交渉するか。ダメって言われたらごめんね。お店の人に聞いてみる。頑張る、頑張るわ。いや、強すぎるでしょ。ごめんなさい、人がいっぱいいるんで一回切ります。絶対無理、申し訳ない。後で再開します。お疲れ様です。ごめんなさい。あ、すいません。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。